島広すぎて無限に島クリエイト終わんなくね。ちょっとおしゃれな島でも探すか、ツイッターで。いやもう化石コンプリートしたし、島クリエイト行くか。めんどくさいし、どっから手つけたらいいかわかんないし。はい、なんてそんな風に考えてる人もたくさんいるんじゃないでしょうか。実際私もその一人で、なかなか手をつけられない場所がたくさんあって途方に暮れていました。でちょっとずつちょっとずつ進めていくほかないと思ってちょっとずつ頑張ってるんですけども、そんなズボラさんでもできる島クリエイトの仕方を今日は紹介したいなと思います。まず最初なんですけど、必ずテーマを決めましょう。テーマって言ってもざっくりとしたテーマでいいです。私は今回外国っぽいエリアを作ろうと考えました。で大きく分けて流れは、道を敷く、崖や滝を作る、家具などを置くっていう流れなんですけど、今日は最後の家具を置くというところをメインに紹介したいと思います。なんで最初の道を敷くっていうところと崖を作るっていうところはちょっと頑張ってください。でもテーマを決めたら、まあ、それに合った道を敷けばいいわけですね。和風だったら石畳、洋風だったらアーチタイルの道とか、こういう組木の道とか、あと田舎だったら土の道とか、そういうのをまあ敷きます。どっからやったらいいかわかんないっていう人は案内所周りからやるといいんじゃないかなと思います。で私はこういう風に敷いて崖も作りました。これはね本当にマジで暇な時にやりました。時間がないよって方は一段でいいと思うんですね。一段でも高さがあると可愛いです。余裕がある方はこうやって二段にするとさらに複雑な地形になっていいと思います。でまず柵を置いていきましょう。私は外国っぽくしたいので、そういう人は洋風の柵。はい、色がマッチしてるんで、いいですよね。なんで1個開けてるかというと、後でここに生け垣を挟もうと考えてます。でこの生け垣は1個ずつ交互に置いてもいいし、2個柵を置いたら生け垣なんてやっても可愛いと思います。はい、置けました。で家具を置くスペースを決めます。これを置いたらそれなりになるぞっていうものが全部で7つあります。まず植物、家具でもいいし低木でもいいしでかい木でもいいです。で次に椅子、でかい家具、困ってる人は本棚を置いときましょう。で椅子があれば机も必要ですね。でその机に飲み物や本を載せる。で次に光源をどこかに置く。で花を散らす。そうするとそれっぽい場所が仕上がります。じゃあまず本棚を一番後ろ側に置きます。はい、でもこれでなんか本読めそうだなっていう空間が。で椅子だよね、ソファー。はい、このソファー結構使い勝手が良くてカラーバリエーションもあっていいんですよ。こうぎっちり詰めちゃうと人が入れないので1個開けて、で机、ローテーブルが合います。一応これリメイクで色を変えました。リメイクする時間ないって人は本当にそのままの色でも可愛いと思います。でカップを、水があるってことはなんか飲み物飲んでるからね、カップを置いたり、本を読んでてもいいと思うし、絵描きをしててもいいと思うし、そこはお好みなんですけど、何かしらこう机で作業してるよっていう感じでやるとなんか住民の暮らしが垣間見えるというかいいんじゃないかなと思います。あとは光源なんですけど、なんか私いいランプをあんまり持ってなくて、ガーデンライトをここに置こうかなと思います。はい、本当に光源は何でもよくて、なんかおしゃれなランプ持ってる人がいたらこの辺に置くといいんじゃないかなと思います。で植物、まあ、生垣があるからなくてもいい感じなんですが、この後ろが丸見えになるのでこの辺に木
費用を得るといいかなと思います。ボン、こうするとおお、自然の中の休憩スペースっていう感じが出ますね。で、あとお花がなんか色を揃えると可愛いかなと思うので、白で揃えて植えてみました。これだけでもいいかなと思うんですけど、まだ余力がある人はさらに何か家具をこの空いてるところに置くといいと思います。はい、こんな風に置いくとなんかね、上着をかけておく場所があったり、すごく便利なのが積まれた本、これ置くとなんか急にこじゃれますよね。とにかく困ったら本とか本棚置くといいです。で、さっき植物を後ろに植えたのでこれで終わりでもいいんですが、もう一個家具で置くとさらに可愛くなります。こういうテラリウムっていう植物が中に入った家具があるんですけども、でその時に直に置くんじゃなくて、こういう木製スツールを置いて、これ物が上に乗せられるので、その上にこうやって置くと、うわ、おしゃれじゃないですか。はい、じゃあ今日のまとめです。まずテーマを決めよう。道を敷こう。近くに崖や滝をとりあえず作ろう。柵を置こう。で、休憩スペースを作ろう。で、その中にはさっき言った7つの要素が含まれてるとそれっぽくなりますので、ああ全然島クリエイト進んでないっていう方は、ぜひ少しもう一箇所だけでもいいので作り始めていくといいんじゃないかなと思います。そうすると楽しくなって、お、この続きも作ってみようとなるので、ぜひやってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。